ウェストゲートは、ケニアナイロビのウェストランズ郊外に位置する大規模なショッピングモール。5階建てのモールは2007年にオープンし、小売スペースの35万平方フィートを含み、80を超える店を収容している。ナクマットやプラネットメディアシネマズがモールに入っている。他の大きな店舗としては、アイデンティティ、ミスター、プライスホーム、アートカフェ、バークレーズ銀行が1階に、 ミリオネアーズカジノが2階にある。小さな店舗としては、国際ブランドのアディダス、バータシューズ、CFC スタンビック銀行、コンバース、フェデックス、サムスンモバイルがある。この高級ショッピングセンターは、外国人職員、国外居住者のほか、ケニアの新しい消費者にも人気がある。2013年9月21日、武装組織のあるシャバブに関連した犯人が、 ウェストゲートモールの客に向けて銃を乱射、手投げ弾を爆発させた。報道によれば少なくとも68人が攻撃により死亡し200人以上が負傷した。このイスラム教徒らは多くの客を人質に取り、テロ攻撃の終了までに数日かかった。ありがとうございます。